えば、まあ、今回のキャンプもそうだったんですけども、家畜っていうものなんですけども、ホーラスではもう30年以上にわたって家畜動物を飼いながら、まあ、スタッフとして一緒に生活しながらプログラムやってるっていうことが、まあ、僕の中にも当たり前にあったんですけれども、それをアカデミーの皆さんと話してる中で、家畜がいることの当たり前っていう感覚が、あ、違うんだっていうことに気づいたのが非常に新鮮だったんですね。だから今回コケコッコキャンプっていう、まあ、プログラムを始めたんですけれども、僕らにとっての当たり前っていうものが子どもたちとか保護者にどういう影響を与えるのかなっていうことも楽しみな一つでした。あったでございます。分かったのはミミズガを食べる、あ、ミミズを食べる、セミを食べる、セミも食べる、バッタも食べて、カナヘビも食べる。向こう向こう見てごらん、ほら、やりたいことをどんどん言ってくれるようになったりとか、まあ字が出てるのかなっていうのはすごく嬉しい。家畜っていうのは人間のために飼っている動物っていうこと。ご飯食べるために飼っている動物。食べるとか卵をもらうとか、いつもの中に仲間がいて家族がいて、それにご飯をあげに行く。例えばもう自然に捕まえた生き物もご飯で持ってきてくれるとか、そういう姿、特別なものからここにいる当たり前、生活の一部みたいになってくれたらすごく嬉しいなって思いますね。